おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー。はい、今回のテーマはこちら、新日本プロレスバーニングスピリット 9.23 高松大会見どころ&振り返りスペシャル。イエイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマはつい先ほど終わりました新日本プロレス 9.23 高松大会の見どころ振り返り会という形になりますので、皆様最後までお願いいたしますということでございます。皆様お久しぶりでございます。約1ヶ月ぶりの、配信再開という形でございます。まあ、G1 クライマックスね、先月終わってから軽く燃え尽き症候群みたいな形になっちゃってですね、ちょっとまあ1ヶ月ぐらい夏休みという形で撮らせていただいた格好なんですけども、本日から復帰させていただきますので、皆様はね、お時間が許す限りこれからも見てくださいねという形でございます。はい、じゃあちょっと本題に戻りまして、本日 9.23 高松大会の、見どころ振り返り会としては、第7試合のですね、ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、ドッグゲージトルネードサバイバルマッチという形で、このネバー6人タッグの、この1試合についてですね、語っていきたいなと思っております。まあ、こちら本来であれば先週ですね、大分大会で行われるはずだったこの試合だったんですけど、台風の影響で、本日、高松大会に移行されましたというところでございます。ネバー6人タッグにした珍しいって言っちゃうとあれかもしれないですけど、やっぱり今回今この、ケイオス軍対ハウスオブトーチャーのネバー6人タッグの中で、やっぱここ最近の話題っていうのはドッグゲージっていうところになってきますよねというところなんですよ。まあ、このじゃあドッグゲージなんちゃらかんちゃらっていうこのルールについて簡単におさらいさせていただくと、こういう形になります。はい、この下に出てる通りっていうところなんですけれども、まあ、ざっくりですねお話しさせていただくと、リングサイド四方にドッグゲージがありますと、まあ、そこに相手チーム全選手を入れましたら、その時点で勝利確定という形です。まあ、当然、通常のプロレスルールでの決着ありという形で、まあ、カウント3でフォール勝ち、そして、ギブアップっていうのはあるんですけども、場外リングアウトによる決着は今回ありませんという形ですね。まあ、そのドッグゲージに入れる、入れないっていう戦略性のある戦いになってくるので、まあ、そこはそうなのかなっていうところでございます。あとはこのドッグゲージ、今日ですね発表された内容、新たな新ルールが加わったのが、ドッグゲージに入って、ドッグゲージ鍵ですね、鍵軟禁錠刺して閉じ込め完了っていう形なんですけれども、その鍵がそのコーナーの四方にぶら下がってるらしいんですよね。でそれを開けることができればその選手は復活という形になりますと。まあ、要はドッグゲージに、叩き込む勝利っていうのは同時に相手チームの3選手をドッグゲージに入れること、これが勝利の大前提という形になりますっていうところです。まあ、それであとは通常ルールというところでございますというところですね。なのでかなり戦略性が求められる試合とチームワークとチームの絆っていうところがやっぱりキーワードになってくるんじゃないかなっていうところでございます。はい、というわけで改めて対戦はこういった形になりますというところで、チャンピオンチームが陽選手、吉橋選手、後藤博樹選手 VS チャレンジャーチームが翔選手、高橋裕次郎選手、イービル選手という形でございます。はい、この試合なんですけれども、私はそもそも今回のネバーのチャンピオン、ケイオス軍の、まあ、チームリーダーというか、チームの核となる選手っていうのは、もう、陽選手なんだなっていう風に見てました。まあ、皆さんもおそらくそうだと思うんですけれども、まあ、このビシャモンの2人に関しては、まあ、前回ね、ネバー6人タッグのベルトを取った時もそうだったんですけど、まあ、この中にね、石井選手もいてっていう形だったんですけど、その時の、まあ、チームリーダーというか、チームの核は、吉橋選手だったんですよね。そしてネバー6人タッグのベルトの価値を高めつつ、自分自身のレスラーとしての価値をぐんぐん上げていって、そしてこのビシャモンっていうタッグチーム、後藤選手とのビシャモンのタッグチームで IWGP タッグチャンピオンっていうところまでたどり着けたっていうところが、まあ、一つの本当にシンデレラストーリーじゃないけど、選手が駆け上がっていく様っていうのを、このネバー6人タッグのベルトを機に
やっていったっていうのが一つあったわけなんですけども、それと同じことというか、それとやっぱ近しいことを私としては楊選手に期待したいなと思いながら、この新チーム、チャンピオンチームをずっと見てましたと。やっぱりね、六本木 3K、 六本木 3K を解散というか、それをしてから、なんていうのかね、楊選手がどのようにしてレスラーとして輝いていくのかっていうところ、これがやっぱり一つの焦点だったと思うんですよ。まあその、楊選手を裏切って、ハウスオブトーチャーに入った翔選手に関しては、なんとなくもう、レスラーとしての、なんていうのかな、方向性というか、あ、こういう風にしてもうのし上がっていこうっていう形っていうのがもう先に見えましたよね、翔選手の方がね。で、そこに対して、まあ、やり方はともかくですよ。ハウスオブトーチャーっていう戦い方、やり方っていうのはともかくとして、翔選手は一つのキャラ立ちが成功しましたと。じゃあそれに対して、楊選手はこれまでの六本木 3K からどのような自分を見せていくかっていうところで、まあ、ずっとやっぱりそこは模索してた感じだったと思うんですよね。まあ、このチャンピオンになる前だったかな、そういったところで、あ、思い出した。ベストオブザスーパージュニアの公式戦の中で、こういう選手が一人ぐらいいてもいいじゃないかっていう心からの叫びっていうのをマイクにぶつける。それで一気に楊選手の今のあり方、まあ、アーティスティックな生き方というか、表現の仕方っていうところの、なんていうのかな、まあ、存在価値というか、そういった、まあ、認知度っていうのが、新日ファンの中でもかなり、込み上げてくるものがあるとはいうものの、そうは言ってもやっぱりどのようにしてレスラーはリング上で自分自身を表現していくかっていう、リング上の表現っていうところをどうしていくんだっていうところも一つのキーワードだったと思うんですよね、楊選手に関していくと。で、それがこのネバー6人タッグのベルトを取ってどのような形に変わっていくかっていうところ、これがやっぱり一つの焦点だったんじゃないかなと思ってます。まあ、実際、楊選手もチャンピオンになってからというものを、まあ、いろいろなところに露出していってですね、なんというか、楊選手の持つ、まあ、イケメンであり、クールな佇まいでありつつも、ヒヤッとする怖さというか、まあ、ド S な一面というか、まあ、そういったところを楊選手としては、今回一つ軸に持った上での、まあ、キャラ設定って言っちゃうとおかしいんですけど、そのような形で自分自身を表現していったんじゃないかなっていうふうに思いながら見てました。で、まあ、そこの中、その中の、まあ、トークというか、話題性を持ってきた一環として、ドッグゲージ、ね、ハウスオブトーチャーをしつけてやるよ、みたいな形の流れで、犬小屋に叩き込んでやるっていう流れ、今回こういったルールっていうのが生まれていったんじゃないかなと。まあ、ある意味、楊選手の発信で、こういうネバー6人タッグのチャンピオンシップに付加価値がついてきたっていうところに関していくと、楊選手がもたらした一つの作品とも言えるんじゃないかなっていうふうに、今日の試合をね、こぎつけるまで思った次第でありますと。まあ、おそらくこのドッグゲージっていうのが今後また新たな焦点となってくるかどうなのかっていうのは別として、まあ今日一つの答えっていうのが出ましたよねっていうところなんですよ。まあここでちょっと勝負論の話にちょっと戻って、試合に戻っていきますと、なんていうのかな、やっぱりこの試合トータルとして戦略を持って、今日の試合を挑んできたのはやっぱりハウスオブトーチャー軍だったんだなと言わざるを得ないかなと思ってます。まあ、これ誰の目から見ても明らかだったんですけど、戦前今回ネバー6人タッグっていうのは当然3対3の最高峰の戦いを見せるものだと思うんですけれども、ハウスオブトーチャーといえばもうウィズ・ディック・東郷選手はもう、あってしかるべきというところがあると思うので、必然的に3対4の図式っていうのは出来上がってくるわけなんですよ。で、ここに、いつまであれば矢野選手が助けに来て、4対4の構図みたいなのがあったりすると思うんですけど、矢野選手、今回に関しては、解説席にね、陣取ってたんで、何かあればすぐ俺は動くぞみたいなところがあったとも思うし、僕たちファンからしてもそれを期待してる部分ってあったと思うんですよ。でも、矢野選手は今日一歩も動かなかったっすよね。焦る仕草もなくて、逆に言えば、今回この、タイトルマッチに介入するってことは一切なかったですと。ディック・東郷選手がどれだけ暗躍してても。だからこれはある意味、
矢野選手なりの配慮っていうのがあったんじゃないかなっていうのを僕思ってて、どういうことかというと、さっきも言った通り、今回のネバー6人タッグチャンピオンの一つの基軸っていうのは楊選手の、まあ、一つの独り立ちであり、キャラ立ちにあるのかなと思ってますと、まあ、その中で矢野選手が助立ちに入って、もしそれで勝ったのであれば、まあ、チームとして強かった、まあ、ケイオス軍として強かったっていうのは一つの答えなのかもしれないけど、結局矢野選手すごいな、矢野選手うまいなってことになっちゃうよねと。だからどうしてもそこの、話題を持っていきたくなかった。だからこそあえて今回自分は一切手出しをしてなかったっていうのが矢野選手の心の内なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。それだけやっぱりこの、ビシャモン&ヨウ選手のこのチャンピオンチームに対しての信頼感っていうのがあった上での、まあ、それは一つの決断だったんじゃないかなと思ってます。ただですよ、さっきも言った通り、今日この試合戦略を持ってきたのは、ハウス・オブ・トーチャー君だったんですよね。最初早々にビシャモンの2人をでっかいゲージに入れて、4対1の図式をいきなり作ったんですよね。うん、でどちらかというと、ケイオス軍は今回このドッグゲージマッチっていうルールになってたにもかかわらず、ちょっとあまりにもドッグゲージをうまく使えてなかったっていうところが露呈しちゃいましたよねと。やっぱりこういうラフマッチになってくると、やっぱり勝負感っていうかね、勝負強さを発揮するのはハウスオブトーチャーなんだなっていうのが改めて分かった次第ですね。だからその戦略として、ヨウ選手を孤立させてね、要はチームの主軸となっていく選手をしっかり最初の序盤で叩くことに成功したわけなんですよ。で、まあ、とはいえ、ヨウ選手がその二人を助け出してっていうところは、これはさすがだなと思った次第だったんですけど、その後、終盤、イーグル選手が、後藤選手一人、ゲージに入れるために、翔選手と、裕次郎選手を一緒に叩き込んだんですよ。要は、なんていうのかな、自分のチームも含めて、もろとも、一人、後藤選手一人を閉じ込めるために、裕次郎選手と翔選手っていう二枚使ったって、同時にそれで叩き込んだっていうのが、これある意味一つのハイライトなのかなと思ってて、こうやって人数的に言えば損的な考え方じゃないですか。でも、もう一個カメラがちょっと追い切れてなかったかもしれないですけど、吉橋さんは吉橋さんで別のゲージに閉じ込められちゃってたんですよね。だから、イーヴィル選手としては、ヨウ選手とイーヴィル、選手、まあ、要はこのマッチアップになりさえすれば絶対負けることはないだろうっていう考えのもとにやってたとも言えますよね。またディック東郷選手も暗躍してましたし、まあ、実際数的な話をすると、ヨウ選手に対してイービルとディック東郷、この2人で戦いに行ったっていうのがあるので、やっぱりそのゲージをいかにして使って、序盤はこういう風にして相手の戦力を削っていこう、そして終盤はこのような形で勝負を決めに行こうっていう、そういった場面を用意することができてたハウスオブトーチャーが、やっぱりこれは勝つべくして勝った試合なんだなっていうふうに僕は思った次第ですね。そうなんです、今日この試合勝ったのはハウスオブトーチャーが勝ちました、そのマッチアップ、ね、に持っていったイービル選手が粘るヨウ選手を、最後自身の必殺技であるイービルをぶちかまして、イービル選手が勝利という形でございます。とはいえヨウ選手も本当に惜しかったんですよ。リク・トウゴ選手を排除してからの、イーグル選手に急勝打ちからの5スタークラッチ、これが完璧に決まってたんですけど、あれを返されてそっからって感じでしたね。あそこまで5スタークラッチががっつり決まってたのに返されたっていうのは、結構なかなか過去を紐解いてもないんじゃないかなと思いますね。5スタークラッチの決めが甘かって返されたっていうのはこれまでの歴史だったものの、あそこまで完璧のタイミングで決まって返してくるっていうのは、やっぱりイーヴィル選手自身の持つ勝負強さと言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思った次第ですね。まあ、ちょっとこの配信をしている時はまだ結果しか出てなくて、バックステージでどのようなコメントを発信したかっていうのが出てないんでね、今後もこの、ベルトのまたリマッチがあるのかないのかっていうところも含めてどうなっていくでしょうかっていうのはまだわからないところなんですけど、正直でも今日の結果だけ見て、まあ、結果と試合内容を見てもハウスオブトーチャーはやっぱ強えなって思いました。やり方はねともかくとして、
やっぱり勝つための勝つために自分たちは何をすべきかっていうのをきっちりと考えて試合に挑んでるっていうところをちょっと今日すごくそれが見えちゃったんで、だからね、急所打ちどうのこうの、狂気がどうのこうの、乱入介入がどうのこうのっていう形でおっしゃってる方やっぱ多いと思います。それでやっぱり新日離れをしていったっていうファンもね多いとは思うんですけど、正直言って私はハウスオブトーチャーはやるべくことをやってる風にしか見えないんですよね。あとはレフェリー陣が時々ねやってくれるじゃないですか。対ハウスオブトーチャーに対してあのレフェリーを強化していこうであるとか、うん、そういうハウスオブトーチャーの悪事に対して上回っていく新日レフェリー軍っていうところも非常にね、これまで見てきてあるにはあるんですけど、今日に関してはそのルールをしっかりと熟知した上で用意してきたハウスオブトーチャー、お見事だったなっていう試合だと私は思いました。はい、という形で、本日 9.23 ネバー6人タッグの、試合ちょっと私なりに深掘りして語っていましたというところでございます。ぜひ皆様のご意見ご感想を聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見ご感想をこの YouTube のコメント欄、 Twitter のコメント欄、 DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマについても随時募集させていただいておりますので、この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてどう思いますかみたいなことを投げていただければ、ちょっとお時間いただくかもですけども形にしてお届けしたいと思っておりますので、皆様こちらもよろしくお願いします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらをポチポチと押していただきまして、これからもこの動画を楽しみにしていただければと思っております。はい、というわけでお届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。皆さんこれからもよろしくお願いいたします。バイバイ。